じゃあ今この瞬間を感じる。言い換えるとね、今この瞬間の自分に気づくってことです。自分を感じるんですよ。自分を気づくんですよ。僕らはね、日常の中で意外とね、自分のこと気づいてないですから。例えば、じゃあ今自分の体を感じてみます。例えばね、床と触れてる部分、お尻の感触とか、足だとかふくらはぎだとかね、太ももだとかの感覚、これどうですか？言われてみると、自分で意識してみると、あ、お尻なんかちょっと冷たいわとか痛いわとかね、あれ床意外と硬いのねとかさ、普段こんな気づいてないでしょ。自分のね、全身皮膚が衣服と触れてる感触だったり、皮膚が空気と触れてる感触どうですか？髪の毛の感じとかね、僕らの体はね、実は気づいてっていつも言ってますからねこんな感じしてるんだよ。だけど僕ら無視してますよね、いつもね。仕事のこととか、家事のこととか、子育てのこととか、人間関係のこととかで、全然関係ないことばっかり気になるんだよ。でもっと大事なのはね、自分を感じるってことですから。じゃあ呼吸に意識を向けてみます。どうですか？僕らいつも呼吸してますよね。すでに呼吸してますよね。だけど呼吸を感じることがないですよね。どんな感じの呼吸してます？心地いい感じですか？それともなんか世話しない感じですか？呼吸ね、吸った時どんな感じがするのか、で息を吐き出す時どんな感じがするのか、集中してみてください。吸った時は鼻の穴から入ってきてね、鼻の奥を通って喉の方に行って、そしてなんか胸が膨らんでくるような感じだとか、お腹が動いたりとか、吐く時もそうですよね。知ってました？息、呼吸するだけでこんなに体反応してるんですね。じゃあ自分の心が今どんな感じですか？どんなことが気になって、どんなことを考えて、そしてこれすごい大事です、どんな感情なのか。現代人はストレスがね、非常に多すぎるので、漠然とした不安だとかね、漠然とした心配、なんとなく憂鬱っていう人がほとんどらしいんですよ。この漠然とした不安、なんとなく憂鬱っていうのはね、相当やばいらしいですよ。だって自分の辛い原因が分かんないからね。なのでストレスに強い人はね、自分の感情を言葉で表現するのが得意、自分の感情をね、区別するのが得意なんです。これはね、心理学とか脳科学の研究でもはっきり実証されてます。だから僕らもそういう訓練した方がいいです。いいですか？だから今のね、自分の感情言葉で表現するとしたらどんな感じですか？なるべく短い言葉。必ずしもポジティブである必要はないですからね、心の中で自分の感情を言葉で表現してみてください。そしてそれをね、受け入れてください。
体を動かしたらね、呼吸法、呼吸をコントロールすることで心はね、どん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 変わってきますから。いいですか、今のね、皆さんが言葉で表現した気持ちをなんとなく覚えてくださいね。じゃあ呼吸コントロールしていきます。鼻から深く息を吸って、じゃあ口を大きく開けて口から吐きます。そう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 、うん、鼻から吸って口から、うん、じゃあ鼻から4ですって、2、3、4、口から8で吐きます。2、3、4、5、6、7、8、鼻から4です。2、3、4、8で吐く。2、3、4、5、6、7、8、じゃあ自分のペースです。4ですって口を開けて8で吐く。次に息を吐き切ったら自然な呼吸に戻します。うん、自然な呼吸に戻ったらまた自分の心感じてみます。感情ね、また感情に、感情をね、言葉で表現してみてください。どうでしょうかね、呼吸に集中する前に比べると何か変わってませんか、言葉の表現。でも心がね、きっと変わってるはずですよね。今呼吸使いましたよね。今度ね、顔の表情とマントラ、言葉を使って感情が変わるかどうかというのを実験してみます。やり方はね、イーの口を横に大きく広げて、そうするとほっぺたがこう上がりますよね、笑顔になりますよね。イーの口ですよ、ほっぺたがこう上がる、うん、笑う時の顔です。これだけで確実に心変わりますから、うん、この顔の表情だけで脳の中から幸せホルモンが出てくるので、体と心元気になって心がね、明るくなりますからね。で、鼻から深く息を吸ったらね、このイーの口から口を大きく開けてハハハハハハと言ってみます。マントラ、これで体、いや心が、ね、変わってきますから。で、息をね、完全に吐き切ってください。ハハ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 ハってね。で、吐きやすくするためには、息を吐くときに体を少し前に倒してお腹を少し圧迫してみます。いいですか、いいよね。じゃあやりますよ。一回深呼吸してからね、鼻から息を吸って、その前鼻から吐いてから、じゃあ吸って口を開けてそうそうそう、吐き切ってね、うん、で吸いながら起きて、もう一回同じ、口を開けてそう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 、吸って、もっと大きな声でねまた自分の、ね、心を観察して、自分の感情を言葉で表現してみます。顔は別にね、笑顔のままで別に構わないですから、普通に戻す必要はないですからね。どっちかというと笑顔の方が体と心にとってはいいことが起きますから、うん、僕のレッスンはこういう感じでね、呼吸法を使う、笑うことを使う、そしてね、瞑想したり体を動かしてみます。これによってね、自分に気づく、今この瞬間を感じる練習。Thank you.
ー。